皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はですね、前回のリーンゲインズ初級編に続きまして、中級編ということで、もうちょっと踏み込んだ内容をですね、解説をしていけたらなと思います。まあ中級編と言いますと、大体ですね、リーンゲインズ初級編ちょっと続けていただいて、食事、カロリーをしっかり見て食事をできるようになってできたよっていう方、あとはご自宅のトレーニングに慣れてきてジムに行こっかなって思い出したぐらいの方に、じゃあそこからステップアップして今度はどういう内容に気をつけてやっていただけたらいいのかっていうところをですね、解説していきたいと思います。まず食事の方からなんですけども、初級編でしっかりカロリーを設定して守ってくださいねということでお伝えをしていたんですけども、それに一つだけ付け加えます。タンパク質の量もしっかり計算をしてくださいということですね。タンパク質、トレーニングされている方なら分かると思うんですけども、体を作る上で非常に大事な栄養素です。筋肉を作る上で本当になくてはならない不可欠な栄養素なので、カロリーがしっかり計算できるようになったら、今度はタンパク質の量も気にするようにしてみてください。具体的にはですね、これも人によって若干の増減はあるんですけども、ざっくり言って体重1キロにつき 2g、 体重 ×2g のタンパク質を摂るように頑張ってみてください。なので体重80キロの男性であれば160グラムのタンパク質、体重60キロの女性であれば120グラムのタンパク質を摂っていただくというところですね。この160グラム、120グラムって聞いただけだと、どれぐらいの量を食べたらいいのかってイメージ湧かない方多いと思うんですけども、だいたいですね、お肉とかお魚が、この片手の手のひらに乗るぐらいの量で、100g あります。生の状態でですね、この手のひら1枚の 100g の中にタンパク質が 20g 入ってます。なので例えば体重 60kg の女性であれば、この手のひら6枚分のお肉を食べないといけない。で、体重 80kg の男性の場合は手のひら8枚分のお肉お魚食べないといけないってなるので、結構ですね、たくさん食べていただかないといけないです。予想以上に最初はしんどいと思います。それぐらいタンパク質っていうのは体を作っていく上で大切な栄養素なんですね。これ女性が聞くとですね、私そんなムキムキになりたくないのにって思う方いらっしゃるんですけども、女性らしい体、美しい体、美容のためにもタンパク質って必要不可欠なもので、髪の毛とか肌とか爪なんかも全部タンパク質からできてます。そういった見た目に関わる部分もしっかりタンパク質を取らないと良くなっていかない。女性であってもしっかりと必要なところに筋肉がついていないと、やっぱりたるんだ体、二の腕の振り袖とか行ったりしますよね。あとお腹周り、脇腹にお肉がついてとか、お尻がペターンと平らになってとか、よく悩んでいらっしゃる方多いんですけども、しっかりとお尻とか二の腕とか必要なところに筋肉をつけることで、そういった症状を防いだり緩和したりすることができるので、女性であってもしっかりタンパク質は摂っていただきたいなと思います。体重 ×2g のタンパク質、これを気をつけてみてください。でトレーニングなんですけども、これは頑張ってですね、ジムに通って週に3回トレーニングをするようにしてみてくださいということですね。ジムに通って、最初はですね、どんなトレーニングをやったらいいのか分かんないっていう方いらっしゃると思うんですけども、ひとまずマシーンで構いませんので、全身のトレーニングをまんべんなくやるようにしてください。ジムに行ったらですね、スタッフさんとかトレーナーさんいらっしゃると思うんで、全身まんべんなく鍛えたいんですけども、どういったマシンでトレーニングしたらいいですかっていうふうに聞いていただければ親切に教えてくださると思うので、下半身から上半身までまんべんなくトレーニングしていただければなと思います。特にですね、下半身の筋肉っていうのは人間の体の中で大部分を占めてますので、しっかり下半身のトレーニングをして筋肉を刺激してあげることで減量の効果もより高まっていくので、下半身のトレーニングって結構しんどいんですけどね、そこは頑張って自分に厳しくやっていただければなと思います。で今回はですね、中級編ということでちょっと一歩踏み込んでリーンゲインズのやり方解説をしていきました。
で次回はですね、もっとこう慣れてきて、もっとしっかりですね体を絞っていきたい、ガチでトレーニングをするようになってですね、もっとこう筋肉ついて脂肪の少ない体になっていきたいよっていう方のために、上級編ということでですね、かなり踏み込んだ栄養摂取の計算からトレーニングから解説をしていこうかなと思いますので、そちらの内容が気になる方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いをいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。